スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、伊藤みなみの健康ストレッチ。伊藤みなみの腰痛解消ストレッチ第3回始まります。腰痛解消にはストレッチ、皆さん前回見ていただけたでしょうか。皆さん腰痛を今すぐに治したいと思ってこの動画を見ていただいていると思います。そこでストレッチどれぐらいの強さで伸ばせば筋肉が柔らかくなるんですかという、よくこう質問いただくことがあるのでお答えしたいと思います。ストレッチ、皆さん強く伸ばすのが好きな方、弱く優しく伸ばすのが好きな方、好み様々だと思います。ですが最短で腰痛を治すためには最短で筋肉が柔らかくなった方がいいので、一番効果的な伸ばし方をお伝えします。それは、痛気持ちいいと感じるところで伸ばすことです。皆さん伸ばした時に痛気持ちいいと感じるところで伸ばしてみてください。これが一番早く筋肉が柔らかくなります。強く伸ばした方が効果的なんじゃないのとか、痛みを我慢してもうガンガン伸ばした方がいいんじゃないのっていう声をよくいただくんですけど、強く伸ばしすぎるとですね、逆に筋肉が縮んでしまうんです。この作用を伸長反射と言います。筋肉を強く伸ばしすぎると逆に縮んでしまって筋肉が硬くなってしまうので腰痛がますます治りにくくなります。皆さん痛気持ちいいところで筋肉を伸ばしてください。はい、痛気持ちいいところです。それでは皆さん今日も腰痛解消ストレッチ始まります。あまりにも痛いぐらい腰がひどい方は今すぐ病院に行ってみてもらってください。腰痛ストレッチ始まります。即日現金買取、日本全国どこでも無料査定、ドラッグ買取センターアートフレンドオート。希少車、軽装甲車、カスタム車、仮装もしっかりプラス査定、高額買取手続き無料、自社直接販売だから高額買取が可能です。整備や修理も専門のスタッフにお任せください。高く売りたいあなたの気持ちに応えます。ドラッグ買取センターアートフレンドオート。南の健康ストレッチ。はい、今日の伊藤みなみの腰痛解消ストレッチはもも裏とふくらはぎのストレッチをご紹介いたします。これはソファーや椅子など簡単な場所で座ってできるストレッチです。ふくらはぎともも裏は腰痛になると必ずと言っていいほど固まる筋肉です。腰が痛いと普段行く前屈も全然行かないという場合はほとんどなので、ここをしっかりと伸ばしていきます。整体やストレッチスタジオなどに行ってもこの場所は特にアプローチされる場所なので、普段からしっかり伸ばして腰痛解消しましょう。では場所を移動したいと思います。はい、今日はソファーで説明したいと思います。まずは動作を説明します。このように背筋をぐっと伸ばして座ったところから足を伸ばしてください。ここからゆっくりと足をなぞってキープです。この時点でふくらはぎともも裏が伸びているかと思います。この場所で約10秒間息を吐きながらキープしましょう。肩に力が入らないようにリラックスです。ちょっと伸びたなと思ったら飲み物でも飲んでリラックスしてください。はい、伸びている場所はもも裏とふくらはぎの2箇所です。はい、このように座って足を伸ばします。
で、これは前屈の角度がたくさん行けばいい、行くほどいいというストレッチではありません。もも裏とふくらはぎが伸びている時点で OK です。なので硬い方はもうこれぐらいの角度で全然大丈夫です。これぐらいの方もいるかもしれません。そしてやっぱり腰が硬い場合、腰に痛みがある場合はなかなか前に行かないものなんですね。なので少しでもいいので痛みが強い方は5秒間、まだまだいけるよっていう方はしっかりと前屈してください。ほい。これは腰痛解消ストレッチでもありますが、もも裏とふくらはぎが伸びることで足のむくみや足のだるさも解消できるストレッチです。女性の方は毎日取り入れてもいいかもしれません。はい、腰痛にお悩みの方、ホームページでも相談を受け付けております。ホームページはいとみー .com です。ブログも日々更新中です。伊藤みなみの腰痛解消ストレッチ、今日は椅子で座ってできるもも裏とふくらはぎのストレッチでした。以上です。また来月。オンデ株式会社は女性の社会進出を応援し、新たな顧客の創造を実現しています。人を感動させる教育制度、お客様を感動させる商品、働く人が感動する職場、18歳から60代まで女性が輝く職場を創造し、地域の活性化に貢献します。オンネ株式会社は女性の社会進出を応援する代理店を募集しています。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。